2022年も末を迎えようとしていた12月9日、日本とイギリスとイタリアの3カ国は新たな戦闘機開発の枠組みを、GCAP グローバルコンバットエアプログラムと名付けて共同開発で行うことを正式発表したよ。すでに前年2021年の末には日本の IHI 社とイギリスのロールスロイス社とが、新たな戦闘機の機関部の実証事業を行うこと、また2022年2月には新たな戦闘機用のレーダーセンサ類の実証実験機の研究を共同で行うことが決定していたな。つまり今回の日本とイギリスとイタリアの3カ国による GCAP グローバルコンバットエアプログラムの始動は、これまでの流れを公式に各国政府が認めて満を持してのプレス発表であったって感じだね。さて今回はそんな日本、イギリス、イタリアの3カ国による新たな戦闘機の開発について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。イギリスとの日本の間での各々の新たな戦闘機をめぐる協力関係は、ここ2年ほどで急速に強化された感があり、それまでのやはりアメリカのロッキード・マーチン社の技術支援が必須との見方に区切りをつけるものとなったんだ。太平洋戦争の敗戦によって日本はアメリカをはじめとする連合国の管理下に置かれ、その施策の中で軍備につながる産業分野を抑制されたこともあり、航空機開発も無論その中に組み込まれ、その開発技術も大きく後退したよね。そのため今回の新たな戦闘機開発の目的である、航空自衛隊の現行の F2 戦闘機の代替は言うに及ばず、その大元の F2 戦闘機の開発の際にも準国産化を推す声もあったが、それを行いうる機関部の製造は技術的に困難だったぜ。また F2 戦闘機の開発が進められた時期はまだまだ日本経済がアメリカに対しても優位性を示していたこともあり、政治的にもそうした貿易上の不均衡を是正する意味でも、アメリカ製の戦闘機をベースとすることが求められた経緯があるな。ここで用いられたのが F16 ファイティングファルコンであり、F2 戦闘機の開発では各部にかなり大掛かりな変更を加えたため、もはや別の機体とすら言えるほどに変化はしており、日本に必須の対艦攻撃能力が強化されたよ。しかし完成した F2 戦闘機をその後の状況の変化に合わせて、日本側の判断で自由に仕様の変更を行うことはできず、コアな機体の制御部分の情報は日本に開示されることはなく、その意味で臥薪嘗胆を強いられたと言えるんじゃないかな。こうした F2 戦闘機の反省を踏まえ、その代替機の開発計画に際して日本では自国が主導することを前提として掲げ、三菱重工業者を主管の契約企業として、その配下に各国内企業を紐づける開発体系の構築を進めていったんだ。アメリカのロッキード・マーチン社には技術支援先としての関与を希望してたものの、これまでのようなブラックボックスを抱える事態は回避しようとの姿勢が強く、どこで日本とアメリカとが折り合うのかにも注目が集まっていたよ。しかし今回は結果として日本は、イギリスとイタリアとの3カ国での戦闘機開発という初めての道を選択。これまでのアメリカやロッキード・マーチン社等よりもよりフラットで、対等な関係での開発に各方面から期待が寄せられているな。そして今回の日本における GCAP グローバルコンバットエアプログラムへの布陣は、全体の統括と機体本体を三菱重工業社、機関部を IHI 社、レーダーセンサ類の電子機器等を三菱電機が担う体制を敷いているぜ。これがイギリスの場合は、全体の統括と機体本体を BAE システムズ社、機関部をロールスロイス社、レーダーセンサ類の電子機器等を、レオナルド UK 社が担当することが明かされており、テンペスト計画そのままではあるんだ。もともとこうした今の日本とイギリスとイタリアの3カ国による、GCAP グローバルコンバットエアプログラムが確定する前には、F2 戦闘機の代替機には IHI 社が製造する国産の機関部の塔を目指すことが有力視されていたよね。これは IHI 社が現在の防衛装備庁からの依頼のもとで、それまでに通称新進と呼称されていた実証実験企業に開発した XF-51 エンジンや、それをベースに開発を進めた XF9 エンジンがすでに2018年に試作機1機とはいえ納入が行われたことが大きいんだ。そこで製造された XF9 エンジンは地上における動作確認とはいえ、
アフターバーナーの使用時には最大水力約15トン以上。空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800度を記録、世界標準クラスの数値を示したからね。さすが日本が世界に誇れる企業の一つだよね。この XF9 エンジンの研究開発は IHI 社では2010年から開始されたもので、新たな戦闘機に搭載することを前提として進められ、当初の基本となるコンセプトはスリムでありつつ大出力を確保するというエンジンだったんだ。これはこの XF9 エンジンを搭載する戦闘機に対し、その本体のステルス性能を極限まで高めるためにスリム化を推し進め、それによって同時に搭載する燃料や兵装の収納スペースを拡大することを大きな目的としていたよ。また XF9 エンジンが掲げた大出力は、言うまでもなく搭載する機体の戦闘機としての高機動性を確保するための必須の条件であり、近年は戦闘機同士の空対空戦闘は減少傾向とはいえ、敵ミサイル等の攻撃の回避にも必要な要素だね。こうして掲げたスリム化大出力という目標に対して一定の数値的な達成を見せていた XF9 エンジンではあるんだけど、試作機として実際の機体に搭載した状態でのテストが行われたわけではなく、すぐの実用化には直結しないとも言えるみたい。それでも悲願の国産の戦闘機用エンジンとして一定の成果を収めたことは間違いなく、新たな戦闘機への搭載にも期待が持たれていたが、今後はイギリスのロールスロイス社との共同開発の中でどのように変化するのかが注目されるな。イギリスのロールスロイス社はテンペスト計画における機関部の開発でも難航していると伝えられていたけど、それでもユーロファイタータイフーンなどで多数の量産型の戦闘機エンジンを開発してきた実績とノウハウを有しているよ。個人的にはロールスロイス社が持つ技術力は、少なくとも IHI 社の XF9 エンジンよりもこれからの戦闘機により求められる発電能力と、冷却性能の分野で先行しているように感じられ、やはり開発の主導権を握ると思えるぜ。ここまで開発を行ってきた IHI 社の XF9 エンジンではあるが、そうした発電や冷却といった機能では譲る部分もあることから、今までの積み重ねを活かしつつ、量産化とコストの低減に最適な選択となることに期待したいな。IHI 社は現在の社名となったのは2007年からだけど、それまでは石川島播磨重工業社として日本の重工業を支える一角として江戸末期からの歴史を持ち、航空機用のジェットエンジンの分野では国内の6割以上のシェアを誇るよ。今の航空自衛隊が運用中の F2 戦闘機が搭載するゼネラルエレクトリック社の F110 エンジンや、F15J イーグル戦闘機が搭載するプラット&ホイット2社製の、F100 エンジンも IHI 社がライセンス生産したものが使用されているんだ。IHI 社が開発し実用化量産化が行われているエンジンとしては、海上自衛隊が2013年から運用を開始した P1 哨戒機に搭載された F7 エンジンがあり、これはターボファン形式の高バイパス比エンジンとして民生品にも応用が模索されているみたい。ちなみに海上自衛隊のヘリコプター搭載型護衛艦の出雲型や、最新鋭のイージス護衛艦であるマヤ型などの建造を手掛けているジャパンマリンユナイテッド社は、元は IHI 社の造船部門から派生した企業なんだって。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。